曜日のプリンセスクラスなんですが、ゲストがいらっしゃいます。じゃーん、マリコ先生、ありがとうございます。いつも通りにレッスンしてもいいですか？はい、では座ってください。はい、私たち何をするかって言ったら、実は瞑想から始まっています。瞑想をいたしましょう。P君お願いします。清く正しく美しく愛深く感謝を持って、清く正しく美しく愛深く感謝を持って、清く正しく美しく愛深く感謝を持って、バレをいたしましょう。ではレベランス、右足前のエポールマンクロワゼでテルミバレエ学校のレベランスなんですね。はい、どうぞプリエをします。右足横に、右に行って左足が後ろで、左に一歩、これがねテルミバレエ学校のレベランスなんですね。あ、なんかチラッと私が映っちゃいました。ではウォームアップからいきましょう。1番で立って、
しましょう。よくできました。第1ポジションからのまた簡単10いきます。上から足を上げ、手を内側から開く。止めちゃいました。5番からのバトマンターン10いきましょう。バトマンターン10でいきましょうね。10では放り投げるので勢いよくお願いします。はい、そうです。はい、皆さん、わかった？グランドクラシックです。グランドクラシックはマリナ先生踊られたことはありますか？ない、そんなことないです。私一回だけあります。もうあれはもう本当、そう、そう、マリナ先生絶対踊れると思うんですけど。あれ難しいです。難しいですよね。オンデルジャンブパールテールいきましょう。そう。
はバトマンポンジュ。いきましょう。
ですね。ね。アンデダムじゃどうなるかちょっとみんな考えてみて。どうする？まず後ろしますね。うん、で開いてからですよ。うん、でここは一緒ですね。飛んで。そう。そう。あで私はこう。あでも全然アンデダムの大丈夫にしますね。で前80度で。バロテですね。で、バロの外側にすぐに。そうです、そうです、そうです、そうです。そう。で、アンデオールもアンデダムもね、やっぱり頭の中でね、速やかに考えられるとよくって、先生もなんかオープングラス受けたりとかしたときに、やっぱり先生、アンデオールしかしないときがあるんですね。やっぱりね。で、アンデダムすごく難しいじゃないですか。でも、ロシアって必ずアンデダムするんです。で、オープングラスは、割とね、しないことがあるんですよ。でその時にとっさにアンデダムをどうするのかなっていうふうに考えられるっていうことがちょっと頭の体操になるかなと思います。なのでアンデオールだけじゃなくてアンデダムをやるから実はアンデオールがしやすくなると先生は思ってます。はい、では行きましょう。頑張りました。じゃあバーレッスンはここまでにしましょう。